自分が何のために今日はわがままを聞いてくれたおかげで心のせそろそろ戻りましょうか。 結界の強化だと。ねえ、皆さんもご承知のようにこの里はですが、昨今の鬼の襲撃の増加、そこで結界の強化を提案します。方法は？キッカさんの結界を支えているのは里の周囲に配置されたこれが巫女の力を増幅し、この結界種を複数に砕き擬似的に結界種の数を増やす。そして 無数の結界種の相互作用で結果、それが僕の提案です。貴様、結界種の数だけ巫女に負担がかかる。キッカに死ぬ。まさか巫女の限界を考慮した上での提案です。それにキッカさんには、キッカ様、よろしいのですか？必要であれば私には守りたいものが。キッカ、気に入らないな。 結界を強化するまでもない。要は鬼を里に、俺たちのことが信用できないってのか。悪魔で万が一に備えてですよ、伊吹さん。それにどうやら言う何？<笑>この件は保留とする。全員迎撃準備。物見からの報告だ。北東、南東、両方面に鬼の大軍が集結した。大軍って？ どこから集まってきたのか知らんが、かつてない規模の敵だ。捨ておけば里は南北から攻撃される。これを言う。戦力を集中し、括弧撃破する。総員、了解。お前は残れ。どうも胸騒ぎがする。里、 里の守り、他の方々は皆出撃されてしまいましたね。結界強化の件、あなたはどう思いますか？ おや、意外ですね。あなた、いずれにせよ準備は整っています。あとはやはり決まっ。 鬼の群れが攻めてきます！ ほどよく奴らの陽動にはめられたようだ。里の外には鬼の、キッカさんが結界の強化を行ったようです。ですが、打って出て鬼を結界から引き離す。やれるか？ならば行け。里を守れるのはいずれ他の者も戻る。それまで持ちこたえ。里の命運、お前に待って。キッカ、無理をするな。大丈夫です。 私の魂と結びついた結界心、私の声を
遠く離れたところにせめてご分を。こんにちは。聞こえますか？もう少しで皆さんが戻ります。それまでどうかご無事で。
Let's go.
里は無事か。よく持ちこたえてくれた。てめえ、これを一人でやったのか。これは結果修水。修水。やめて姉様。結界の強化は私が言い出したことだから。なぜだキッカ。命を粗末にするなと。あれほど私は神垣の巫女なのよ。